Hello everyone, let's enjoy the abacus. 今回はですね、ソロ版学習で身についた能力を利用して地元中学生の課題をやってみたというテーマでお話していきたいと思います。地元中学生の課題何かというと、通学する時の靴をイラストで描いてきなさいという課題が今出てるみたい で、どうもソロ版の授業をしてる時になんかこう話を聞いてると絵が苦手だとかですね、その宿題やりたくないんだという生徒が、多かったんで、ただソロ版学習をやってるといわゆる空間認識能力が身につくという話はよく聞かれるんですよね。なんで空間認識能力が身につくかというと、いわゆる手段式暗算ですよね。ソロ版を置かずに、玉のイメージが見えるんですよね、それによって空間認識能力がついてる、という話になるんですけども、じゃあなんで絵が苦手なのか、嫌いなのかというと、よくよくゴリ先生考えたら、コツをまだまだ気づいてないだけなんだろうな。空間認識能力、絵を上手に描く能力はあるんだけども、コツが知らないだけなんだろうなという発想で、今回は絵を上手に描く時の、3つのポイントをお話していきたいと思います。このコツさえ掴んでしまえば、ソロ版学習やってる子基本的には絵が上手になるんじゃないかなというふうにはゴリ先生思います。その中の1つ目ですね、輪郭から描いていくということです。じゃあ靴ですね。まず輪郭というのは外側ですね。できれば、これは薄く、今回は動画を撮ってるのでちょっと濃いめに描きますけど、基本的には輪郭を描くときはちょっと薄めの方がいいですよね。ちょっと薄めで描いていくのがいいんですけども、今回は動画を撮ってるのでちょっと濃い線でも描いちゃいますけど、輪郭というのは外側ですね。自分の靴のある程度外側のイメージだけ先に描いちゃう、こんな感じですかね。で、細かいところはこっから、紐に、こんな感じで紐をつけていくであるとか、あとはこんな感じで結び目のところもちょっと細かく描いていくとかですね。まずは輪郭、外側の輪郭から描いていくっていう感じですかね。例えば靴のブランドのこんなイメージも描きながら、これがまず一つ目です。こんな感じですかね。で、2つ目、遠近法ですね。よく聞いたことがあると思うんですけど、当然遠くのものは小さくなる、手前のものは大きくなるですね。靴は2足になりますので、これも先ほど一つ目でお話しした、まず輪郭を描くんですけども、ただ遠くのやつは手前のやつよりも当然小さくなりますので、それをイメージしながら、輪郭から描いていく。そうするとうまく描けますかね。で、なんで遠近法が大事なんだというと、やっぱりバランスですよね。バランス、例えば逆にこの遠くで描いたもう一足目の方が大きかった場合、手前の靴よりも当然大きかった場合に不自然なものになってくると思います。これはね、やっぱりバランス感覚ですよね。まずは1番目、輪郭外側ですね。で、ここから、いろいろと細かく描き上げていくっていう感じになってくると思います。まずは輪郭を描いたら、どんどん線を太くして、細かいところの作業ですね。こういう必ず紐のところに、例えば編み目、縫い目があるというか、こんな感じでどんどん描いていくんです。感じですかね。はい。とりあえず今こんな感じなんですけども、3つ目、最後はですね、光ですね。どっちから光を当ててるか、自分の中でこれは想像すればいいと思います。こっちから光が当たってるんであれば、こっちに影ができる。ある生徒が、先生明るくしたいんだけどもどうすればいいですかっていう質問をしたんですけど、絵を描くときに明るくっていうのは、明るくすることっていうよりも逆に影をつく、明るくしたくない部分に影を逆につけてあげる。そうすることによって明るくしたい部分が明るくなるという言い方をすると絵が上手くなると思います。例えばこちらの左側から光が当たってるんであれば、
で、こんな感じでこちら側に影がついてくると、影をつけてあげるとまた雰囲気が、ちょっとに気が出てくると思います。こんな感じですかね、影をつけてもらえれば。まあ本当にソロ版学習は計算を早くするだけではなくて、今言ったみたいに、空間認識能力本当は身についてると思うんです。ただ絵が苦手とかですね、絵が嫌いっていう子に関してはそのコツですかね、絵のコツ、描くコツさえ分かってしまえば必ずソロ版学習やって空間認識能力が身についてる子たち、非常に絵が上手になってくると思います。一度試してみてください。またこのチャンネル見に来てくれるとゴリ先生嬉しいです。それではまた。